いや新しい服を買ってみたんだけどもなんかしっくりこないんだよなそういえば自分って何を着てもあんまりしっくりこない気がするんだよな一方でいつもおしゃれなあの人は何着ても似合ってる感じがするんだけどもそれはなぜなんだろうな同じ世代の男性なのに何を着ても似合う人と似合わない人の違いって一体何なんだろうこの辺り誰かしっかりと解説してくれる人っていないのかなと思ってる皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですが何を着ても似合いやすい 人人ととととと似合いいいいいいづらい人との違いとはというテーマでお届けをしててみたいなと思っています冒頭にもお伝えしゃった通りですね結構悩まれてる方も多いと思うんですねいろんな服を着ては見るもののなんかしっくりこないなぁと思って自分が服を似合いづらい人だと思っている方少なくないかなと思いますまあ僕自身ですね個人向けのスタイリストとして15年以上活動してきていますがその中でも同じような悩みを持った人はすごく多かったんですねでですすので僕自身も服が似合いやすいや人と似合い 人の違いって何だろうなということをよく考えてみたんですがその結果いくつかのですねポイントがあるのでその辺りを今回は皆さんにしっかりとお伝えをしてみたいなと思いますそしてただ違いをお伝えするだけではなくてどうすすすればですね服が似合いやすくなるのかこの辺りまでしっかりと解説ができればなぁと思っていますので今回の動画さえ見ていただければ服が似合いづらいなと感じている方のですねその原因が分かってどうすればより似合いやすくなるのか理解していただけるかなと思いますのでよく よかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、といとうことでこ,こからはですね具体的に何を着ても似合いやすい人と似合いづらい人の違いをですね皆さんになるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っています、まあ、いろんなですね原因があるかなと思ってるんですが僕の中で最も大きな違いがあるなと思うのはですねファッションに対すする経験値の違い、これですね。おしゃれな人だとかセンスがよく見える人というのはやっぱりファッションに対する経験値が豊富なんですねその結果としてどういったものを着ればおしゃれに見えるのかどう着こなせばいいのかというところを理解してい してる人がおしゃれに見えるという構造かなと僕は理解をしています一方で何を着ても似合いづらい人というのは若い頃からですね服の経験値がそんなに多くないんですねそもそもあまりファッションに興味がなかったのでいろんな服を着るということもしなかったしまあ、自分の中で安心感のある服だけをですね着続けた結果自分のですね守備範囲が狭くてですね何を着ても似合いづらいというですね一つの状況を作り上げているのかなと僕は感じていますまあ、センスがいい人っていうのは昔からセンスがいいとい というですね、イメージを持たれる方が少なくないかなと思うんですが僕の中ではちょっと認識が違うんですね、まあ、センスがいい人おしゃれな人というのはもともと生まれた時からおしゃれだったわけではなくてたまたま親がおしゃれが好きでそういったものに触れることが多かったりだとかあとはですねお兄ちゃんがいてお兄ちゃんの影響でファッションに触れる機会が早かったりだとか、まあ、そういったファッションに触れ合う環境が整っていた結果ですね経験値の積み重ねが早かったというのがですね一つの特徴かなと思います、まあ、僕の場合は 自分の母がですねファッション業界の人間だったので、まあ、いろんな服をですね着せてもらったというような経験があったりだとか友達のお兄ちゃんがすごくおしゃれでそのお兄ちゃんに憧れてです、ね、いろんな服を着ていたというところがあって、まあ、結構早い段階からファッションに興味があっていろんなトライアンドエラーを繰り返してきたんですねでこのトライアンドエラーっていうのがものすごく重要で一発で自分に似合うようよな正解の服を見つけることは難しいんですねいろんなものを買ってみては失敗してその繰り返しの中からこういう こういったものがおしゃれに見えるんだなとかこういったものが自分にはフィットしやすいんだなっていうことを学んでいくんですねこの試行錯誤が多い人がオシャレな人であってそういったものが少ないとですねどうしても服が似合いづらい環境になってしまうので、まあ、この違いというところは理解をしていただくのがいいんじゃないのかなと思いますじゃあ今見ていただいている大人の男性がこれからですねさまざまなトライアンドエラーをしていただくのがいいかというとそれまたですねなかなか無理ゲーだと思うんですねお金ももかかもかかかかかかるるるしし時間間手ので まあそういった場合僕としてはですねまずはいろんなものをですね試着をしてみるということですねここから始めてみるのがいいかなと思います身近なユニクロだとかグローバルワークだとかあとは GU とかに行って YouTube で紹介されていた服をですね実際に着てみたいだとか自分にはあまり経験値がないなと思ったものでもですねどんどん試着をすることで経験値をですねなるべくお金を使わずに積んでいくということを繰り返すだけでもかなりですねセンスというものは磨かれてくるかなと思います自分の今まで の守備範囲がこれぐらいであったとしたらその外側にある服というものをですね経験することでどんどん経験値が増えてくるのでこの体験をしていただくだけでも大きな違いが出てくるかなと思うのでぜひ皆さんにもですねおしゃれの経験値を高めていいいたただきたいなと思います実際に試着をするのもいいと思いますし YouTube を見たりだとか、まあ、雑誌を見たりしながらあこういった着こなしがあるんだなっていうのを見るだけでもですねだいぶ経験値は高まってくるかなと思うんですねこののの経験値の違いといとうのは大人になってからもう埋めること は全く問題が可能なのでぜひ、まあ、皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています はい続いて2つ目のですね大きな違いなんですがただただ見慣れてないだけっていうやつがありますねこれはですね僕自身もあるんですが例えばですね自分が今まで着たことがない服というものが最近のトレンドアイテムとして上がってきた時僕もですねあこれはちょっと着たことないしなんか苦手だなって思うことも少なくないわけなんですねまあだけども僕は面白がりながらそういったものを実際に試着してみるんですね経験値を増やすことを僕は大事だと思ってるからですで 実際に着てみるとやっぱりですねなんか見慣れないなしっくりこないなということですぐ着替えてしまうわけなんですねですがこれですね見慣れてないだけという説があってどんなに見慣れてない服でも3分以上着てると徐々にですね見慣れてくるんですね僕はこれをですね3分間の法則ということでですねこれまでの書籍の中でも何度も何度も書いてきたわけなんですが一発目の似合わないなという違和感というものを重視しすぎてしまうと自分のですね好きなものは固まってしまって広がっていかないんですね どんなものでも最初見慣れないんだなってことを理解して3分ぐらいは我慢するというところをですねやってみるだけで結構ですね見慣れてきてま意外とそうでもないかなと思えてきたりするわけなんですね何着ても似合いやすい人というのはこのですね見慣れてないだけというところを感覚的に理解してる人だと思うんですねなんか最初しっくりこないけどもきっと見慣れるだろうなと思って楽しみながらその過程を見ている人となんかしっくりこない似合わないと思った瞬間に着替えてしまう人これはですねやっぱり やっっぱり大きなな違いいととしててて現れてくるのかなと思っています。何を着ても似合いやすい人っていうのは守備範囲が広い人であって何を着ても似合いいいいづら人人というののは自分の守備範囲がめちゃくちゃゃく小さい人な,んです、ね、なので守備範囲を少しずつ広げることが大事なのでそのためには見慣れない服にも実際に試着をしてみて3分間待ってみて見慣れるかどうかというところを判断してみるというところですねこれをやってみると結構ですね意外といけるなという服の範囲が広がるかなと思うので是非トライをしていただければなと思っています。 よし <music> はい続い続て3点目の項目なんですがこれも結構でかいなと思ってるんですが本人のの性格の違いですねこれもですね服が似合いやすい人と似合いづらい人を大きく隔てているような気がしていますじゃあ具体的にどういった性格の違いなのかというと変化に対して割とですね楽しめる人と割と保守的で変化を嫌がるという性格の人これはですね大きな違いを生むかなと思います僕もこれまでいろんな方をですねスタイリングしてきたわけなんですが見慣れないけどなんか面白い気が すするみたいなですね前向きな反応してくれる人というのはですね割とですねなな服が似合いいやすす方なんですねそういった人は割とですねポジティブだったりとか自分に対してある程度の自信があったりだとか変化に対して柔軟な人だったりするのでどんどん新しい服をトライアンドエラーしながら変化できる人なんですね一方で保守的な方変化が苦手な方もいらっしゃって真面目ななな雰囲気の方方こそそでですすねねういいった方が多い印象なんですねなんかこれちょっと自分には似合わなそうだなとかこれ着たら周りの人からどう思われるんだろうなっていう と,いうところが気になっっててしまってなかなかですね一歩が踏み出せない方というのは服が似合いづらい傾向がやっぱり強いかなと思っていますこれはやっぱり持って生まれた性格だとかこれまで培ってきた人柄みたいなものなんですぐに変えることはできないかなと思います、まあ、前者のですね割とこう変化に対して柔軟な方であればどんどんトライアンドエラーをして楽しんでいただきたいなと思うんですが問題は後者の方ですね保守的で変化が苦手な方はどうすればいいのか、まあ、このあたりについて解説をしていきたいなと思うんですがいきなりステップ ステップアップしてトレンド感満載の服を着るっていうのはなかなか難しいんですが少しずつ階段を一歩ずつ登るような形で自分の守備範囲を広げていくのが僕はいいかなと思います、まあ、例えばベーシックで定番的な服ですねそういったものをユニクロで買い揃えるそこからスタートしていただいて慣れてきたらもう少しトレンド感強いですねグローバルワークにしてみるだとかグリーンレベルにしてみるだとかこのような形で一歩ずつ階段を登っていくとそこまで違和感なく徐々に変化することができるのでこういったステップ ププアップが必要にななってくるかなと思います僕も個人向けのスタイリングをする際に結構このような保守的な方をですね、ご案内することが結構多いんですね。そういった方に対して今これがトレンドだとかこれがめちゃくちゃかっこいいからといって今のですね、経験値で言ったらこれぐらいのところをこれぐらいのですね、位置まで一気にジャンプアップするようなスタイリングを提案するとやっぱり気遅れしてしまってですね、元の自分に戻ろうという力が作用してしまって結局ですね、変わりきれないっていうことが少なくないんですね。 まずは半これぐらいです、ねまあこれがのスタイリングをご提案することでちょっとまだ見慣れない感じがするけどもギリギリやれるかなっていうぐらいをですね設定してあげると割とスムーズに変わることができるんですねそしてそれが見慣れてきたら次のステップへという形で徐々に階段を登っていただければ確実にですね守備範囲も広がってきますし経験値も広げることができるのでまあそういったステップアップが必要になってくるんじゃないのかなと思います無理をすることは現金でじわりじわりとファッションの範囲を広げることが重要かなと思うのでまあこの そのあたりをぜひ理解しながらですねファッションを楽しんでいただくといいんじゃないのかなと思っています はい続い続てラスト4点目はですねただ服を着るだけなのかちゃんと着崩すのかこの違いも結構大きいかなと思います同じ服を着ていたとしてもおしゃれに見える人というのは、まあ、適度にですね着崩すことができていてラフな雰囲気を出すことができるのでちゃんと自分に似合う感じがするんですね、まあ、どういうことなのかというと例えばですね今僕は白 T の上にブルーのシャツを着ていますが袖のボタンを外してちょっとですね腕をまくっていますよねこれが1つの着崩しポイントですあとは襟元 もですね第1ボタンは外して第2ボタンも外して中の白 T を見せていますよねただ普通に着るだけではなくてちょっとした着崩しを取り入れるだけで割とですねその服が自分に馴染んで着慣れてる感じになるんですねこれがボタンを全部閉じて普通に着てしまうとですねなんか服に着られてる感じといいますかフィットしてない感じがしてしまうんですねまあ僕の今回の着こなしのようにちょっと着崩すことで手元の時計が見えたりだとかちょっとしたアクセサリーが見えたりしますしこのようなちょっとした違いでも 全然見え方が変わってくぜひで,、まあ、ですね服というのは真面目にただ着ればいいというだけではなくてその服をですねちょっと腕をまくってみたりニットの場合は腕をちょっと託し上げてみたりだとかちょっとした工夫をすることでうまく着崩すというところを意識していただくといいかなと思います全身きれいめな着こなしにするのではなくてスニーカーでちょっと着崩してみるだとか、まあ、今のようにですねボタンを1つ開けて少し着崩してみるだとか、まあ、この辺りができるようになってくるとだいぶこなれて見えるようになってくるのでこれもすごくだ 大事なポイントかなと思っています先ほどもちょっと触れましたが真面目な方保守的な方というのは服を結構丁寧にきちんと着てる傾向があるんですねそれはそれで悪くはないんですがちょっとラフに着崩すぐらいがオシャレに見えたりするポイントだったりするのでぜひ、まあ、ですね着崩すというポイントも頭の片隅に置いていただければなと思っています はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では何を着ても似合う人と似合いづらい人との違いとはというテーマでお届けをさせていただきました、まあ、具体的に言うとやっぱり経験値の違いだとか性格だとか人柄の違いあとは着崩してるかどうかこのあたりが大きいかなと思うんですね、まあ、解決方法としては僕の今動画を見ていただいている通りこういったアイテムが今揃えるべきなんだなというですね情報をインプットするということがまずはファーストステップだなと思いますその後ににですね実際にお店 手に行ってて試着をしてみるまずはユニクロでもいいですし GU でもいいですしグローバルワークでもいいと思います気軽に試着しやすいところで今まで着たことがない服をトライアンドエラーで試着をしてみるだけでもだいぶ守備範囲が広がってくるかなと思いますそれをすることでだんだん服が見慣れてくるので見慣れてきた段階で新しく買ってみてですねさらに守備範囲を広げるといつの間にかですねニア服の幅が広がってくるかなと思いますあとは人柄の問題もあるかなと思うんですが保守的なな方こそですねいきなりジャンプアップ すするるようななな着こししををのでではなくてて半歩先ぐらいを目指してですね少しずつファッションというものの範囲を広げてもらうといいと思いますまたシャツをですねただ普通に着るだけではなくて腕まくったりだとかボタン外したりだとかちょっとした着崩すっていうことをですね覚えていただくだけでぐっと服が似合いやすくなるかなと思うのでこのあたりをですねしっかりと押さえながら早速トライしていただければですね服が似合いづらいなという感覚から徐々にですね意外と着こなせるなっていう感覚が強まってくるかなと思いますそして最後に付け加えたい項目 自信があるかかかどうううととといころも結構重要かなと思うんですねやっぱり自分の着こなしに自信が持てないとですねビクビクしてしまってなかなか服が似合いづらくなってしまうんですね一方で結構自信持ってる方というのは堂々として見えますし、まあ、奇抜な服であっても自信さえあれば結構着こなせてしまうので、まあ、この自信というものも結構重要になってくるかなと思いますでこの自信というのはちっちゃな成功の積み重ねでしか伸びていくものではないと思っているのでまずは自分にとって心地のいい範囲の服から少しずつスタートしていって 徐々にステップアップする中で、あこの辺りもいけるなっていう感覚で、ちっちゃな成功を積んでいただいてその繰り返してで,ですね。かなり似合う範囲が広がってくるかなと思うので、よかったら参考にしてトライをしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないような。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと2向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう1つ運営してます。youtube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに。 週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信も行っていまして皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はですねこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますこちらは動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか僕自身が実際に買ったものをですねリアルタイムで配信をしています僕も記事を書いていますし 僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽にですね、記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。